カムロ町で事故に遭った。生きるか死ぬかの怪我だ。桐生一馬を逮捕します。アジア街で引かれてるぞ。今やってるドンパチは俺らの世代の構想ですよ。東条会が何かの理由で俺の身内に手を出したんだとしたら、その時は容赦しねえ。事故に遭った時、車が突っ込んでくるのを見た遥が体を張って守ったものがある。名前はハルトだ。この子は遥の子だ。なら父親は、この子の父親は誰なんだ。音に聞こえた堂島の竜が相手じゃ、つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。まあうちもヤクザだけど、よくやってるところだから。おい話せ。ただ兄貴と呼ばせてもらえりゃそれでええですけ。尾道にある秘密が眠っている。あなたはあの秘密の核心を知らない。そこをどけって言ったんだこの野郎。あいつらを守れるなら俺は喜んで死んでやるさ。